もしネガティブが強い場合には、私のおすすめは、玄関にお香を焚くと気の流れが本当に変わるんですよ。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていく、のりこちゃん、ねる、始まります。さて、3月28日は一粒万倍日がやってきます。この日のお誕生日の皆様、3月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。この日は新しいことをスタートさせると大きな成果になって帰ってくる一粒万倍日がやってきます。一粒のもみが大きな稲穂になることから、この日は新しいことを始めるにはぴったりな日になりますからね。で、金運のエネルギーも高いので、お財布の新調やお財布の買い替え、銀行口座の開設や開店、開業するのもよく、お金が万倍になって帰ってきたり、やることが大きく成果を出したりすると言われてます。ただこの日は状況に流されないことが大事なんですね。相手に流されちゃうとか、まあもうそのままでいいかなっていうことではなくって、自分がどうしたいかという自分の意思を持つことが、今後の金を大上昇させるためにとっても重要になりますからね。そんな一粒万倍日に金を大上昇させるために、今回はやったらいい開運書を6つお伝えしますが、最初の3つはこの日にやったらいい定番の開運書で、後半はこの日にやるといいことをお伝えしたいと思います。定番の開運書、1つ目は開運フード。最初に金アップフードは玉ねぎ。玉ねぎの皮は黄金色に輝いているので、金アップに効果があります。また玉ねぎは皮を剥くと白くて丸い形をしていますが、白くて丸いものもお金の運気を上げてくれますからね。さらに玉ねぎは炒めることで持っているパワーも強くなっていきます。そして強運アップフードは三つ葉。3月28日は3と2と8の数字の語呂合わせから、三つ葉の日になっているんです。三つ葉はセリ科の野菜の一つで、和製のハーブとも呼ばれていて、栄養も満点の食材です。三つ葉の独特の香りには邪気を払う効果があって、香りが強いほど新鮮な三つ葉なので、邪気を払う効果が高まります。三つ葉の日のこの日に美味しく体に取り入れることで、強運をアップさせることができますからね。そしてラブンアップフードはわかめ。海藻類であるわかめはいいご縁を引き寄せてくれたり、パートナーとの仲を円滑にしてくれる効果があります。またわかめにはデトックスの効果もあるので、体の中の余分なものを排出してくれて、内側から自分の魅力を引き立ててくれますからね。そして2つ目の開運アクションは、開運日には欠かせない定番の金アップ掃除。この日は洗濯機を掃除するといいです。衣類についた邪気をきれいにしてくれる洗濯機ですが、洗濯機を掃除することで、さらに衣類についた邪気を取るパワーが高まって、気運もアップします。洗濯機の蓋やね、洗濯槽の縁も手垢がついていたり、ゴミやホコリがついているので、タオルできれいに拭いていくといいですね。また洗面所に洗濯機を置いているご家庭では、洗濯機を支えている洗濯パンと呼ばれている台に髪の毛やゴミ、ホコリがたくさん溜まっていることがありますよね。なので洗濯機と洗濯パンの間には、隙間に入るホコリ取りやブラシを使って溜まった髪の毛やホコリを取るといいです。こうやって洗濯機をきれいにすることで、気運アップしていきますからね。そしてこの日にやったらいい3つ目の定番のカーアクションは神社参拝。この日は自分の行きたい神社やお寺に参拝するとよくって、また自分の住んでいる地域を守ってくれている氏神様や自分の生まれた地域の産砂様に参拝するのもいい日です。で、この日は特に御神水を飲むとパワーをいただけます。御神水は神社の神域から湧き出た神聖なお水で、神様のエネルギーを直接自分の体に取り入れることができるお水のことを言います。で、御神水は神様のエネルギーを取り込むだけではなく、邪気も流してくれるので、浄化にとっても効果がありますからね。ただ御神水は生水なので、飲んで OK かどうかはその神社によって貼り紙がしてあったり注意書きがしてあったりするので、それだけは注意してください。
そして飲めないときは手に水をかけるとパワージャージすることができますからね。そしてこの日にやるといい4つ目のカンアクションは、お香を焚いて邪気を払うです。お香の香りと煙にはその場を浄化させて邪気を払ってくれる効果があります。邪気を浄化させることで新しい運気を呼び込むことができますからね。お香を焚く時間に特に決まりはないんですが、運気を上げるためにより効果的なのは部屋の掃除をした後がおすすめです。その他にもお香はリラックスした状態も作り出してくれるので、リラックスしてね、心に余白を作るといい運気が入りやすくなりますからね。もしネガティブが強い場合には、私のおすすめは玄関にお香を焚くと気の流れが本当に変わるんですよ。なのでこれものすごくおすすめです。そしてこの日にやるといい5つ目のカンアクションは、自分の好きなところを5つ書いてみるです。自分の好きなところを5つ書き出すことで機運や運気を上昇させます。日頃から自分の好きなところを意識することや自分を好きと思うことを意識していくと運気がぐんと上がっていくんです。なのでいつもは自分の好きなところを意識するよりも嫌いなところが目についてしまうっていう人も、この日は自分の好きなところを自分で5つ書くことが機運を大上昇させる重要な鍵になりますからね。自分の綺麗好きなところが好きとか、とても頑張り屋なところが好きとか、真面目なところとか、素直にごめんなさいと言えるところとか、どんなことでもいいので自分で好きだなと思うことを書いてください。そうやって自分の好きな部分に注目すると、自分のことを改めて好きになることができたり、大事にすることができるようになっていきます。そして自分に自信も湧いてきて、その高い波動が満杯になって帰ってきますからね。そしてこの日にやるといい6つ目のカンアクションは、クリーニング屋さんに行くです。クリーニング屋さんは衣類をきれいにしてくれるだけではなく、気になるシミを取ってくれたり、シワをビシッと取ってくれたりもするので、クリーニング屋さん自体がきれいで清潔なイメージがありますよね。特に手仕上げをしているクリーニング屋さんは、職人さんの技術の素晴らしさでクリーニングから帰ってきた衣類が見違えるようになっていると感動してしまいます。個人で経営しているクリーニング屋さんからチェーン店のクリーニング屋さんと、今は幅広くなっていますが、私たちの大切な衣類をさらに大事に扱ってくれるクリーニング屋さんに行くと運気を上げることができますからね。そしてこの日のラッキーカラーは白です。白は他の色が混ざっていないので、純粋や清潔、そして神聖といった意味があります。で、この日は白いものを見つけたり、持ち歩くと邪気を跳ねのけていいエネルギーを取り込むことができますからね。また白い色は周りにも清潔な印象を与えることができるので、人との交流も円滑になっていきます。というこの日は幸運や機運パワーのエネルギーが流れているので、運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとして、どこかで豊かさが返ってきてお金がどんどん巡ってきます。なので自分の心地よさを意識して大事にすることもカンアクションの一つです。だから一つでもできれば OK、 できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。それではこの日にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いや叶えたい願い事をぜひこのコメント欄に書いてね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いこのコメント欄に書いたら早く引き寄せますからね。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいたくさんいただいているので、体験談をお伝えしたいと思います。臨時収入別件で7万5千円と23万円と7万8千円が入りました。ありがとうございますという方、臨時収入宇宙元旦の今日5万円入りました、すごくいい気持ちですという方、いつも楽しみに見ています、もちろん金アクションも気持ちよくやってます、おかげさまで先日大金の臨時収入があり、いやいややるのではなく、お掃除も感謝の気持ちで楽しくやれば機運上がるんだと思い、今では心からありがとうと気持ちよくやってます。伝わるんですねという方、のりこさんの開運行動を続けると波動測定してもらったらアップしておりました、のりこさんパワーすごいですという方、
今日のようにあくせく行動しないことも多く、掃除も苦手な私ですが、次は私の番と予祝しながら、のりこさんのチャンネルで皆さんの高い波動を受けたからか、契約更新で時給アップしましたという方、おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいよね。一つお願いがあります。体験談と予祝がわからなくなってしまい、予祝の時は予祝と書いてくださると大変嬉しいです。ということで、このコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとね。最近私はですね、健康グッズにハマってます。で、私の仕事ってずっと座っているので、座りながら何かできないかと思ったんですよ。続くかどうかは分かりませんけど、やってみたくなったので購入しちゃいました。これはね、座りながら、足の太もものところに挟んでおこうかなと思ってます。じゃあね。